ツインアーチ138から見た岐阜市園家と花房山、名鉄岐阜駅前岐阜市は岐阜県の中南部に位置する市、岐阜県の県庁所在地で中核市に指定されている。戦国時代には金華山の麓の旧岐阜町が美濃斎藤市や織田信長が治める城下町として発展。江戸時代には幕府の直轄地の地に終わり領となり岐阜奉行所が置かれ、 岐阜四十四町からなる商工業の中心地として栄えた。南部の旧加納町は中仙道加納塾の宿場町、加納藩の城下町でもあった。戦後は繊維産業で栄えた。現代では中京圏に属し、名古屋市の衛生都市、ベッドタウン的な性格を持つ一方で県の行政、商業、情報の拠点として機能している。織田信長が、 美濃国を攻略した際に、稲葉山の城下の井の口を岐阜と改めたとするのが、定説だが、異論も一部にある。また、中仙道の宿場町でもあり、岐阜市南部に位置する加納塾は、今でもその面影を残している。金華山岐阜市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の24枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。岐阜県の南部に位置し、農美平野の北端にあたる。北部には山林を有し、南部には市街地が広がっている。また市内を横切るように、北東から南西にかけて長良川が流れており、市の大部分は長良川と支流の扇状地と自然堤防地帯にあたる。市内に流れる長良川は、 日本三大清流の一つと言われている。長良川の中流流域が1985年に名水百選に選ばれた。また1998年に日本の水浴場55選に、2001年に日本の水浴場88選に選定されている。一方、戦場地の長良川は典型的な天井側で、 市の中心部より川の水面の方が常に高く、大雨の際には洪水の危険が伴う。山地主な山河川主な河川をおむね太平洋岸気候の特徴を示すが、夏は暑く冬は寒い内陸性気候の特徴も示す。海岸に位置する愛知県のイラゴン、三重県の大和瀬などと比べ、夏は直射日光で最高気温が高く、熱帯夜も大都市である。 京都市とほぼ同じ日数となっており、非常に蒸し暑い。冬は寒く、名古屋よりも最低気温は低い。冬の平年の降雪量、最新積雪量は、関東以西の太平洋側主要都市では、最も多い。これは、日本海若狭湾からの距離が、太平洋側の平野部としては、比較的近く、冬型の気圧配置となって強い寒気が流れ込んだ際、風向きによっては、 日本海艦隊機団収束帯で発達した雪雲が、両白山地、いぶき山地を越えて流れ込みやすいためである。欠片の気候区分では、CF となる。岐阜市中心市街地の近縁町近華橋通り、柳瀬も参照。岐阜市の中心市街地であり、オフィスや商業施設が立ち並ぶエリアである。中心市街地の空洞化が著しく、 柳瀬の再活性化が市の重要課題になっている。近年、岐阜駅前は名古屋都心部などへの鉄道アクセスの良さなど利便性が見直され、オフィスビルや高層マンションの建設など再開発事業が展開。岐阜城天守閣稲用神社南の山から西に暗挙となった区割りの堀で区切られた北の区域は、かつて戦国時代からの旧岐阜町にあたる。金華山、岐阜城、 長良川温泉などの観光資源を抱える風光明媚なエリアである。金華山のた元にある稲葉神社から米屋町周辺では、対象年間の旧家屋や洋館などが立ち並び、長良川の迂回が実施される迂回船の乗り込み、口周辺の玉井町筋は米屋町同様に旧家屋が複数立ち並ぶ。 岐阜県庁岐阜の大動脈でもある国道21号がエリアの東西を貫いており、各神ヶ原市との境界付近に東海北陸自動車道岐阜各神ヶ原インターチェンジが設置されている。ロードサイドには各種郊外型店舗が林立し、カラフルタウン、岐阜など郊外型の大型商業施設も立地している。岐阜県庁舎、岐阜県警察本部、福祉、 農業会館など、県関連の観光庁のほか、岐阜県美術館、岐阜県図書館、県民触れ合い会館などの文化施設もこのエリアに、所在する。農地平野の北端で標高の低い山が点在し、山を切り開いた団地が数多く見られる。長良川下半の岐阜メモリアルセンターには、長良川陸上競技場や長良川球場など、各種スポーツ施設があり、 スポーツのイベント会場として広く利用されている。このエリアには、畜産センターや、岐阜フ,ファミリーパークなどの大型の公園、岐阜大学、岐阜運転者講習センター、岐阜刑務所など大型の公共施設が多い。マーサ21など、大型商業施設も立地している。また、東海環状自動車道岐阜インターチェンジの設置が予定されている。 地区一覧岐阜市は統計などでは50の地区に分けられる。これらの地区は小学校の学区に準ずるが、一部の地区は2000年代の小学校の統廃合以前の小学校の学区で区分されている。岐阜県岐阜地方裁判所岐阜地方気象台、岐阜労働局岐阜納生事務所岐阜県、警察岐阜市消防本部岐阜県総合医療センター、岐阜県図書館岐阜中央郵便局岐阜アリーナ、 岐阜市文化センター、岐阜総合庁舎1本部4所11文書で構成されている。他に、隣町の笠松町にある、笠松郵便局が受け持つ地域がある。岐阜メモリアルセンター、長良川球場と長良川競技場などがある、海外国内岐阜ィタワー43と、岐阜スカイウィング37柳瀬商店街、柳瀬劇場街1960年代は、 繊維産業が盛んであり、繁華街の柳瀬には1000もの商店や飲食店が軒を連ね、大変な賑わいがあったという。しかし、近鉄百貨店や新岐阜百貨店、岐阜バルコ、大英、長崎や玉越と中心市街地の大型商業施設が次々と閉店。名古屋の衛生都市化が加速する中、市は岐阜駅前に開発の軸を移すことを考えている。 ただし、柳瀬でも岐阜高島屋の南地域の約6,500平方メートルに複合商業施設を建設する計画が進行している。生活共同組合金融機関本店を設置している銀行、共同組織金融機関は以下の通りである。証券保険エネルギー全国放送及び中京広域圏を放送対象地域とするテレビ放送については、 大ね愛知県瀬戸市にある瀬戸デジタルタワーからの電波を受信して視聴している。なお、市内に所在する岐阜放送、NHK 岐阜放送局については岐阜県を放送対象地域としている。また、岐阜市内には NHK 名古屋放送局ラジオ第一放送の予備送信書が設置されており、名古屋親局が万が一送信できなくなった場合に運用される。 岐阜大学岐阜衝徳学園大学国公立私立、県立、私立私立国立私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 立、岐阜駅から名古屋駅まで JR の快速電車で最速およそ20分で行けるため、名古屋方面への通勤、通学には支便である。一方で、市内には鉄道空白地帯が多く、市内輸送はバス交通やマイカーに依存している。 岐阜駅南口、名鉄岐阜駅中心駅、JR 岐阜駅、名鉄岐阜駅2005年3月までは、岐阜市内線や、名鉄いビー線、名鉄みノ町線、名鉄電人線があった。かつては、名鉄バス、岐阜市交通事業部が市内を運行していたが、2004年9月と2005年3月に、それぞれ廃止され、路線は共に岐阜バスに乗渡された。 東海北陸自動車道東海環状自動車道、かつてのミスギフ、ミス、長良川にあたる、ギフ長良川川名津が、ギフ市のイメージアップと観光 PR に努めている。ギフ城可能城消防時ことずか古墳長良川下半で、行われているう長い川海船月城、ギフ阜町津ギフメモリアルセンター、長良川競技場 JA ギフアグリパーク鈴が、坂ギフ市名誉市民条例及び、 岐阜市名誉市民条例施行規則により、名誉市民賞が贈呈された人物、行政観光ソーシャルメディア、ありがとうございます。